グローバルマーケティングの遠藤大志です。私は営業力強化を中心に日々ご支援をさせていただいております。本日は営業力強化の中でも特に電話営業に特化したお話をさせていただきたいというふうに思います。皆さんは日常的に電話営業をされる機会はございますでしょうか？電話営業をする際にはですね、私たちはトークスクリプトの活用をお勧めしています。トークスクリプトとは何か、平たい言葉で言うとですね、営業が、お話をする際にですね、何を話すか記載された台本のことをトークスクリプトというふうに呼んでいます。そんなトークスクリプトがない場合とある場合のメリットデメリットをこちらの表にまとめさせていただきました。まずトークスクリプトがない場合、人によって成果が異なったり、なぜうまくいっているのかよくわからないというようなことがあったり、どこを改善すれば成果が上がるのかわからないというようなことがあったり、習熟度の低い営業パーソンが不正確な情報を伝えてしまう可能性がある、こんなポイントを挙げさせていただきました。もちろんベテランの営業の方で長年の経験がある方であれば、ご自身の感覚でうまく進めていくことはできるかもしれませんが、新任営業の方であったりとか、組織で営業を進めていくときに、うまくいっている人、うまくいっていない人、この差を生まないために、このトークスクリプトを活用することをお勧めしています。では、トークスクリプトがある場合、どんなメリットがあるでしょうか？人による成果の差がなくなり、新入社員でも即戦力化できるというようなポイントがあったり、話す内容が明確に決まっているため、効率的に営業活動ができるというようなことがあったり、改善すべきポイントや結果が見えるというようなことがあったり、間違えた情報を伝える心配がない、こんなメリットが挙げられるかと思います。こちらにお示ししているのが私たちが日常的に使っているトークスクリプトなんですが、そんなトークスクリプトを作成する際の4つのポイントを今日は説明させていただきたいと思います。トークスクリプトを作成する際の4つのポイントです。まず1つ目、名乗るということです。グローバルマーケティングの遠藤と申します。当たり前かもしれませんが、まず一番大事なポイントですね。そして2つ目、キーマンを特定するということです。ここで挙げているキーマンというのは、決裁権を持っている人をキーマンというふうに表現しています。いくら受付の方に熱心に営業活動を行ってもなかなか制約にはつながらないと思います。決裁権を持った人に営業活動を進めていくことで、効率的に営業活動を進めていくことができます。そして3つ目、メリットを訴求するということです。メリット、特徴ではありません。メリットを訴求することが大事です。当社の商品はこんなところが優れています、こういうふうに営業活動を行うのではなくてですね、当社の商品を使っていただければこんな価値があります、こういう部分をきちんと訴求していくことが大事です。そして4つ目、日時を指定するということです。電話営業の場合、多くアポイントを取得するために電話営業をするということがあると思うんですが、この日時を指定するというこの部分、非常に大事なポイントになってきます。なぜいいかというと、日時、何月何日の何時はご都合いかがですか、こういうふうにお客様にお尋ねすると、お客様が一度その商談を受ける前提となってお話を聞いてくださるようになるんです。そしてその予定がいいのか悪いのか、イエスかノーかに選択肢を絞ることができるため、アポイントの取得率が上がるというような、こんな効果がございます。今日はこんな電話営業のトークスクリプトを作成する際の4つのポイントについてご説明させていただきました。ぜひご活用いただければというふうに思います。